どうも皆さん、こんにちは。簡単ギター教室ガズギターのガズでございます。はい、今日も楽しくギターレッスン始めていきましょう。今ねご覧いただいている、YouTube チャンネルは実はガズレレ YouTube チャンネルといって、ウクレレのレッスン動画を公開しているね YouTube チャンネルなんですけど、日曜日だけはギター教室、宇宙一簡単ギター教室を行っております。このガズギターだったらもう本当にねめちゃ簡単ですからね。あ、いいな、私もギターやってみたいなと思った方、まずゼロからちょっとね、ガズギター流のやり方を、マスターしていきましょう。ここにね再生リスト貼っときます。概要欄にももちろん貼っとくんですけど、この再生リスト見てまたちょっとここに戻ってきて、いろいろやっていきましょう。今日はね、まず最初課題曲を言っとくと、はい、こちらです。ドン、中島みゆきさんの糸、この曲いきましょう。まずですね、ガズギターでは、まず、あれなんですよ。指2本だけのコードで弾けるっていうのがあるんですよ。これがすごいでしょ。左手のコード、これ押さえるこのコードね。指2本だけのコードで、まずは行きますからね。2バージョンやるうちの前半はその指2本バージョン、後半はかっこいいバージョンではもうちょっとね、ふくよかなコードを使いますけど、このレッスンを始めていきます。そしてね、今のこのガズギターレッスンプログラムなんですけど、可能であれば最初にウクレレでね、ちょっと基本をやっとくと、かなり早くですね、この、また帰って早く、楽器が習得、ギター習得できると思うんで、ちょっとね、面白いんでね、ウクレレも。ウクレレもぜひやってみてください。ウクレレをある程度やってからギターの方がすごく流れがいいと思います。はい。そういうわけで、この今、ガズレレ、ウクレレのレッスンプログラムのリンクもここに貼っておきますね。ウクレレもほんと楽しいんで、ウクレレ散々楽しんだ後にギターにやってくるのもめちゃおすすめですよ、ということでございます。はい。じゃあ、どんどんレッスン進めていきましょう。今日ね、このさっきも言ったんですけど、指最初やる、バージョンは指2本だけで弾けるコード、出てくるコードはこれだけです。コードはだから6個ですね。これ見て、全部黒い点2個しかついてないでしょ。このコードだけでやっていきます。まずこれシンプル簡単バージョン、ゆっくりやりますんで、これでちょっと弾いて歌う、この感覚を皆さん味わってください。ガズギターではいつもこのコンセプトです。いろいろ本当はねもっとね、深いんですけど、まずは弾いて歌えた、できたというゼロイチを、皆さんに体感してもらう、体験してもらうためのこのね、指2本ロジックですんで、シンプル簡単バージョンはまずそこをじっくり楽しんでいきましょう。さあ、それでは行ってみましょう。中島みゆきさんの糸、ガズギター流超シンプル簡単バージョン、指2本だけでいけるバージョン、やってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。I'm not afraid to die.
ーの。やってみました。今見ました、左手のコード全部指2本だけでやったんです。この独特のこの空虚な響きみたいなの、また結構なんか独特の響きの良さありますよね。これはあのさっきも言ったんですけど、まず初心者さん、ギター初心者さんが、あ、本当に弾いて歌えたんだっていう風に、その実感していただきたくて、やってるこの2本指コードのガズギターならではの超簡単アレンジなんですけど、かえってこれがまた響きになんかこう広がりを持たせて、くれるという、こうバラードならではでね、すごくなんか今ちょっと気持ちよかったです。やってみて、4つ弾きでゆっくりやりました。これは革新的ですね。ぜひ皆さんこれ結婚式とかおすすめですよ。ほんとゆっくりつまびく。で、今1番やって最後のサビをやったというガズギターのショートカットアレンジですけど、これでも結構ねゆっくりやるとね、かなり結構時間もね、ありますんで、まずこのアレンジやってみるのがおすすめだと思います。で、これからやる後半のかっこいいバージョンではもうちょっとコードの響きがちょっとふくよかになってくるんですけど、まずね、それこの後解説するとしまして、ひとまずガズギターによる超簡単アレンジ楽譜を画面上にシェアしていきたいと思います。今回はちょっとノートに書いてみました。はい、ガズギターによる糸のアレンジ、中島みゆきさん、もう名曲中の名曲ですよね。もうこれはもうね、ぜひぜひマスターしていってください。はい、ちょっとこれ楽譜見ていきましょう。イントロがあって、ここ C ちょっと伸ばす感じで、でここから歌が始まっていきます。で、ここ見てください。ここに下にこんな風にくるっと囲って C、C、G、C、G って書いてある。ここも同じようですね。この下に書いてあるのは、ここもね、ここ、あ、これはじゃあ伸ばすだから、これ共通。ここのね、コードが変わってるんですよ。ここもほら、いい星だったのに、下は E って書いてあるでしょ。これ下に書いてあるのは後半やるかっこいいバージョンではこの響きを使っていきますということなんでね。そこをちょっとね、最初にご認識していただいていただいて、これこんな風に今アップで映しますんで、これ1番、イントロ。皆さん、これ画面一時停止してノートに書き出して、ご自身のペースでゆっくり練習していってください。一時停止ね、いいですか？で、ここが要はサビですね。この2行が。で、ここでラストのサビになります。ラストのサビはちょっとここ伸ばしたりなんかして、ちょっとテロップとね、動画とちょっと、見合わせながら、これを書き出していただくといいと思います。はい、これも写しておきますんでね。これエンディングがこれ、短いですけど、ちょっとついてます。はい、これがガズギターのショートカットオリジナルアレンジになっております。はい。ちょっと出てくるコードなんですけど、まぁ、ちょっとここに書いてあるんですけどね。一応ここではね、こんな風にテロップで解説しましょう。はい。今やったのはさっき言ったこの6個の、ガズギターのもう超絶入門アレンジでございます。はい。これはまずね、さっきも何回も言いますけど、まず2本指で弾いてみて、あ、できたと味わってください。そしてね、ゆっくり やればですね、本当にこれはだ、できると思うんですけど、ただやっぱ C から F に行くときとか、初心者の人はこう、なかなかこう、パッと映れないでしょ。だから、なーぜめぐる、なかなかこう、溜めて、なーぜめぐる、このね、練習。コードはやっぱパッと動く。でもゆっくりやればその感覚ももちろんテンポがゆっくりだったらこれ広がってくるんで、そんな感じでちょっと意識してもらうといいかもしれません。はい、そしたらここからかっこいいバージョンの解説が入ってきます。かっこいいバージョンではちょっとコードに響きが加わります。まずね、見てもらいたいんですけど、はい、ちょっとコード変わりました。赤い点が追加されます。赤い点あるいはちょっと色が違う点が、さっきのコードに追加されます。まず C は、この赤い点。2弦の1割とここが追加、さっきはここの2本だったのこれが追加されて、これ、フルコードの C ですね。で、G に至っては、G ここを押さえたら1弦の3フレット。はい、小指でこう押さえます。はい、赤いところを押さえます。はい。で、F はですね、さっきここの2つだったのを、ガズギターでおすすめしてるのは、ここと、ここを加えるってことですね。ここ。そうすると指4本になるんですけど、1弦と2弦は、まあ、この曲の場合は、ちょっと、鳴っちゃってもそんなにいいかなって感じするんですけど、ここ、ミュートといって人差し指をわざと当てて音を止めてもいいですよ。ね。わざと音を潰す。なんだけど、この曲はね、結構この1弦と2弦鳴ってても、あ、でもやっぱりちょっと止めた方がいいかな。なるべく、コツとしては、この6、5、4、3弦を中心に弾くみたいなのがすごくいいと思います。はい。C と F と G。で、今度ね、さっき、E 星だったんですけど、ここに E というコードが加わります。
E 星も出てくるんですけど、E というコードも加わります。これね、ちょっと解説すると、E 星をまず押さえます。この2本ですね。E 星ってここ。人差し指見て、ここを足したら E というコードになるんですよ。ここのね、ちょっと引き分け。これが E というコード。で、さっきの E 星は、こうなんですけど、これ E 星っていうのは、正確に言うとギターコードで、E マイナーというコードなんですけど、このガズギターでは、もうちょっと便宜上ね、簡単に分かっていただけるために E 星というふうに表現しているんですけど、今日は E 星と E、E だけのコードが出てきます。サビでこの E というコード、これがね、結構いい、それこそ響きを、醸し出しますんで、ちょっと響きの違いをちょっと感じ取っていただければなというふうに思います。そして今回のかっこいいバージョンは、糸のガズギター流かっこいいバージョンは、本当アルペジオで弾くとすごくね、こんな感じで、なぜめぐりや、こう、つまびく感じが素晴らしいと思うんですけど、ちょっとアルペジオってやっぱ初心者さんかなり難易度が高いと思ったんで、今回はピックで、じゃんじゃん、じゃんじゃか、じゃんじゃん、じゃんじゃか、これラグに弾いてみようと思います。ちょっと16ビートっぽい要素があるんですけど、ゆっくりなんで、大丈夫だと思います。ちょっとやってみると、なぜ、こんな感じでゆったり、じゃんじゃんじゃんじゃがじゃんじゃん、このストロークを中心にやっていこうと思います。そして今も聞いていただいて分かったんですけど、このワンブロックコード4つ入るとこ、今のね、なぜ巡り合うのかを私だ、今のとこね、じゃんじゃんじゃじゃんじゃじゃがじゃんじゃがじゃん、こんな感じでこう最後の1回だけ G が入るみたいなとこご注目ください。はい、で、サビの中ではさっき E 星だったところが E というコードで変わっているところもありますんで、ちょっと分かりやすいように E のね色をちょっと変えておきますけども、はい、そこがちょっと、キーポイントになるところでございます。そして右手の弾き方ちょっと難しかったら、さっきみたいにこう4つ弾きでコードだけこのコードで弾いてみるっていうのも次のステップとしておすすめでございますんで、はい、それではそんなことを意識して、やってみようと思います。中島みゆきさんの糸ガズギター流かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、中島みゆきさんの糸、ガズギター流のかっこいいバージョン。ちょっとコードの響きがやっぱり、ふくよかになっております。はい。やっぱりこっちの方がね、コードの響きとしては、やっぱりリッチな感じがして、この曲に、いいかなというふうに思うんですけど、皆さんね、ちょっと得意なところと苦手なところがあると思うんで、まずはですね、やっぱ歌って、
このリズム通り、リズムに乗って歌うっていうところでね、一番真ん中にしてください。抑えられてる、抑えられてないということで、音が止まっちゃったり、リズム通りに歌えなかったり、歌がね、ちょっとやっぱなっちゃうというよりは、これ弾き語りってやっぱ歌が中心ですから、ちょっと苦手なコードはさっきの2本指コードでも OK なんで、もしちょっと余裕出てきたら、今のコードでちょっと置き換えていくだけで、どんどんパワーアップできるというふうに思います。そして今のバージョンはこの右手、16ビートのゆっくりなんですけど、16ビートの要素がやっぱ入ってくるリズムだったんで、ちょっと初心者の方難しいかなと思われるかもしれませんけど、やっぱりこの16ビートっていうのはかなり深いリズムでございまして、私が普段やってるガズレレ YouTube チャンネルウクレレの方でも、なかなか皆さんこれね、すぐにはできないリズム。でもこれできると本当に気持ちがいいんで、ぜひ取り組んでもらいたいということで、この16ビートね、これわかるには、このウクレレのレッスン動画めちゃくちゃわかりやすくなってると思いますんで、まず16ビートの、ウクレレの練習の動画、ここにも貼っとくし、概要欄に貼っときます。それで練習してもらうのはいいかもしれない。ピックで弾いてますけど、基本的には同じですからね、16ビートっていうのは。はい。ぜひそれちょっとやってみてください。で、さっきも言ったように、ちょっとこのリズム難しかったら、今、やったコードだけはこのかっこいいバージョンで、右手は、この4つ弾きで、やる。これも全然おすすめですよ。だんだん、どっちにしろ自分ができるところからステップアップしていくのがいいと思いますので、はい。そういう感じで、ご自身のステップに合わせて、いろいろミックスして、やってみる。これが、キーポイントになると思います。これでやっぱりこの歌とか、それこそ誰かの結婚式だとかお祝いだとか、なんか大切な人と一緒に歌いたい。この曲はね、ぜひ覚えちゃってですね、自分、ご自身の皆さんの持ち歌にしていただけるのは素晴らしいというふうに思います。ぜひやってみてください。はい、そしてですね、ガズギターではですね、皆さんからの質問とか、この困ったなとか、こんなこと、なんかいろいろ質問などなんか、このコメント欄に書いていただくと、ちょっとそれを参考に、ガズさんも次の動画の参考に、やっていきたいなというふうに思ったりしているんですけど、ひとまずはですね、あんまりコードのテクニックっていうのはあんまり解説せずに、本当にまずできたということを体験していただけるように、しばらくは、この名曲をですね、なるべく簡単にできるシリーズをちょっと上げていこうというふうに思ってますんで、そこのところのね、ご認識をよろしくお願いします。はい、さっきも言ったように、まずはできた。私もギター弾いて歌えたという感覚を皆さんに、第一に味わっていただきたいというのが、このガズギターのね、第一目標でございますんで、はい、まず皆さん、そこを楽しんでくださいませ。さっきも言いましたけど、ガズギターの初心者講座は、概要欄に、再生リスト貼っときますんで、基本から見てやってみるのをお勧めいたします。で、このガズギターですけど、さっきも言ったように、このね、ウクレレの YouTube チャンネルやってたり、このガズピアノというね、鍵盤楽器のね、レッスン動画もガズピアノ YouTube チャンネルというのを公開してるんですよ。そこで今回本が出たりしてます。ウクレレの方もたくさん出てるんですけど、ぜひ皆さん、このガズピアノとかガズレレウクレレも面白いので、ね、やってみてください。そしてですね、このイベントにガズ出演が決まってます。これウクレレで出演なんですけれども、11月5日6日に東京の新宿御苑というところでイベントに出ます。ぜひ皆さんお時間の方足を運んでください。細かい注意事項なんかもありますんで、ぜひね、ここのリンクか概要欄にリンク貼っとくんで、ぜひ皆さん内容ご確認の上ご参加ください。参加費無料なんですけど、公演の入場料が500円だけかかります。すごいビッグなイベントで、もう豪華ゲストすごいですよ。もう芸能人の方とかも出るようなイベントです。主催はね、環境省とか TBS さんとか東京都も関わっているというビッグなエコイベント、ぜひ皆さんお待ちしてます。私に会いに来てくださいね。はい、じゃあガズギター毎週日曜日、引き続き皆さん楽しくやっていきましょう。さよなら、バイバイ。